明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年も1年間応援よろしくお願いします。お願いします。2021年初めの動画ということでいたわりをします。楽しいぞ。丸板はこの板です。ちょっとやばい。割れるかな。前回稽古で割った板と比べればこれぐらいの差があります。これ。いいよ春。前蹴りでやります。
え、それ無理せーの、あれこれ無理だよ、それ絶対無理だよ、だって前だもん、多分斜めにしても絶対に無理だよ。じゃあこっちで行くしかないじゃん。通速作って、はい、斜め、そう、斜めだからいい。イエーイ、やった何言っただろ、割れました。割れて嬉しかったです。割ります。やっ。割りました。割るとこはあまり綺麗じゃなかったけど割れました。割ります。驚かそうとしたんだけど、はい、2枚重ねで1回割ってみます。できると言ったので割ってみたいと思います。で、持ってもらうのはソースです。頑張れ。縦に持ってね。縦して、こやります。いきます。あ、終わります。うえ、ちょっと待って、え、割れない、え、あ、え、一つも割れない、え、硬くね、え、いいよ、いいよ、割れた、あれ割れない、まだ割れない、全然無理、やった、あ、まだ1回しかやってない、2回目でいけるから、お水飲んできた、下げになってたから、どんどん減らしてる。さあ、ヒーガお願い。いくよ。割れそうな感じする。でしょ。割れそうな感じするのに割れない。いくよ。リゴのすぐ行ってね。うん。いくよ。いっせーので、両方やってみて、蹴りだとちょっと難しかったけど、蹴りだと簡単に割れました。蹴りは前蹴りです。僕はスキーでつくときは普通にパンでちょこんで割れたけど、ちょっと蹴りだと難しかったです。で、2枚重ねで割るとき、割れるってめっちゃ言い切ってたけど、割れなくてショックでした。以上です。ピコ踊れ、ピコ踊れ。僕は月で限界だと思っていましたが、月で割れて蹴りで本気でやってみたら割れました。と、次はバットにもしてみたいです。僕の目標は、空手で、強くなって大会でも肩を組めて全部優勝していきたいです。終わりです。僕は全国大会で優勝したいです。肩も組めても両方優勝して
YouTube です。チャンネル登録者数をプロスケと一緒で1000人は行きたいです。あともっと空手の強い人とコラボして僕自身強くなりたいです。頑張ってください。終わりです。強くもなり、空手は強くなりたいし、うまくもなりたいです。頑張るぞ！あトリケラトドスケ。トリケラトドスケ。